今回は全ドラマセットから。なんだかんだで本田くんがいいとこ、持っていったなと思うエピソードを、4つ紹介します。ドラマセットでなくても、本田くんが会話に入ると、他の登場キャラの影が薄くなることが多いなと私は思います。それでも、個性が強くテンションが高い、天才なのに底抜けに明るくて、純粋な、彼が入ると会話が賑やかになっていいなと思いました。それでは紹介に入ります。キャラのデザインとしてはおかしくないですが、三次元だと確かに変な三人の髪型のお話です。見つけた！俺とみーくんの共通点！ダーホン、朝の第一声からおかしいだろう。で、何？後ろから見てピンときた。俺とみーくんってサイドの髪が似てるんだ。はい？ほらほらね、跳ねてるとこ一緒でしょ。同じ髪型。ちょっと待て、決して同じ髪型じゃない。何朝から盛り上がってんだよ。りょうくん、おはよう。みーくんと俺が同じ髪型って話してたんだ。だからダーホン、サイドの羽がちょっと似てるってだけだろ。ほんとだ、二人ともぴょんぴょん跳ねてるな。うん、はあ、りょうくんも一緒だ。はあ、どこがだよ。マジだ。俺とみーくんは側頭部のぴょんぴょん、りょうくんは頭頂部のぴょんだ。少し走ったせいで乱れたんじゃね。暑くてブレザー脱いだくらいだからさ。え、そうなの？よし、もう落ち着いたかな。風間、一応確認、本当に気づいてないのか？何がだよ。りょうくん、今日だけじゃなくていつもピョンってなってるよ。だから走ってきたからだって。ちょっと抑えてりゃ治る。じゃあな。なら午前中しっかり抑えとけよ。うんうん、お昼休みに検証だ。オーケー。今日のランチは髪の毛ピョンピョントリオで楽しもう。変なサークル作んなよ。本田くんのテンションが爆上がりのお話です。ああ、やっぱりだよ、矢野くん。はい、本当です。わあ、セミを探してたら君が現れた。こんにちは。驚かせてしまったかな。セミの数を数えていました。そうそう、羽ばたき市のセミの生態調査。はあ、もしかして君も？そうなの？実はね、今年はセミが大量発生するって言われてるんだ。だから矢野くんと調査中。そうそう、この公園が市内のどこよりも木一本あたりのセミの数が段違いに多いんだ。いえ、特に興味ありません。そうなの？はい。ごめん、ごめんね、矢野くん。矢野くんもセミ好きかと思ってた。一日中付き合わせちゃってごめん。いえいえ、それは僕の意思です。今日は一日フリーでしたから、本田くんと思いっきり楽しめた。セミの不思議な生態も知れて、本田くんのおかげです。本当？矢野くん、ありがとう。ああ、でもごめんなさい。素数ゼミの大量発生の解説は、僕の理解の範疇を超えてます。うんうん、何度でも教える。じゃあ、あっちのベンチでもう一回話そう。の、君もどう？素数ゼミの大量発生に興味ある？ではお家までお送りします。そっか、そしたら帰りながら二人に説明できる。
じゃあ、気をつけて。もし僕が理解できたら、君に説明させてください。矢野くん、いいね。知識は人に伝えてやっと自分のものになる。次は3人のテンションがとても高く、とても楽しそうなエピソードです。はあ、潮風が気持ちいい。イーク、腹が丸見えじゃん。うんうん、風がシャツの中に入って首元から抜けていく感じ、最高。イーク先輩らしいですね。あ、そうかな。ノリ君もやってみて。ほら、お腹出して。ちょっとやめてください。いいじゃん、祈り、付き合ってやれよ。なら望む先輩がやればいいでしょ。うんうん、いいね。サックンもやろう。俺がやったら祈りもな。は？何言ってるんですか。風邪をひきますよ。俺はバカだから風邪ひかないんだ。俺もずっと皆勤賞。はあ、そうですか。天才となんとかは紙一重って言いますしね。何ブツブツ言ってんだ。ほら祈り、腹を見せてみろ。やめてください。付き合い。あ、イク先輩、ノリ君のおへそ確認完了。あの、いい加減にしないと怒りますよ。サックン、怒られちゃったね。ああ、主にイクがな。二人ともですよ。それにしても三影先生、遅いですね。バイクが故障したとかかな。あ、来たよ、あそこ。小次郎先生。ん、あの女子は。ええ、間違いないですね。おい、途中でお前らの大好きなもん見つけたから連れてきたぞ。え、はあ、君も来たんだ。こっち、風が気持ちいいよ。さすがイク先輩、望む先輩と違って全然動じませんね。うるさいよ、いきなり大好きなもんとか言われたらビビるだろう。普通図星ってことですか。え、さあな。俺は大好きだよ。彼女もノリ君もサックンも小次郎先生もみんなね。サンキュー、行くにはかなわないな。ええ、ですね。そうだ、彼女にも風を感じさせてあげようよ。は？え？はーい。な、走って行っちゃいましたよ。追うんだ、祈り。まさか、おへそ確認？まさかと思うけど、彼女を守る。はい。おい、待て、行け。最後はゲームネタで七つ森くん、氷室くんを本田くんが圧倒するエピソードです。はあ、昨日つーか今朝か、さすがに無茶しすぎたな。おはようございます。今昼休みだし、こんにちはでしょ。ああ、そうでした。昨夜は全然寝た気がしなくて。ごめんな。昨日のグリグリの期間限定クエスト、マジ鬼だったもんな。そうそう、鬼っていうか最強悪魔レベル。イク先輩。ダーホン、グリグリしてんの？うん、妹のサポートで始めたんだけどさ。妹はもうやめちゃったから一人でね。今のクラスは？イグマスターオブグリドラン。
あとワンランクでゴッドじゃん。そうそう、バイトとかうちの子の世話の合間にしか遊べてないんだけど、気づいたらね。氷室君どう思う？多分ミノル先輩と同じですね。わかった。どうしたの？そうだ、今度みんなで一緒にクエストやろうよ。いや、ダーホンはこのまま一人で神の域へ行け。俺らはそれを見上げてるから。ええ、こういう楽しみ方もありですね。イク先輩、グリーンの世界を極めてください。わかった。それで二人が楽しいならいいよ、任せといて。